すまない、つかぬことを聞くが、ああ申し訳、僕は趙雲、リーユへの奉仕だ。妖魔とは僕ら奉仕一門が邪推に対して使う総称だ。妖魔は古き時代から存在し、僕の仕事はそういった輩を払ったり退治したりし、横島なものから民を守ることなんだ。これを生業としているだけだ。誰かがやらなければならないし。ああすまない、少し話がそれてしまったな。お前のその反応だとやはり妖魔のことはしっくりこないか。些細なことでも構わない、妖魔を追う手がかり。そうか、いや大丈夫だ。ならば今ある手がか、今はどの手がかりも妖魔との関係性が不確かで、もしお前も気になるのであれば、その中からいくつか目に留まったものを教えよう。近日開催、無謀の丘で肝試し大会。最近夜になると窓の外から足音や叫び声が聞こえてくるんです。桐原に巨大な黒い影が出現、飛行に回転。さらにはこれらが今僕の気になっている手がかりだ。いやいや、もし酔っ払いならば酒癖が相当悪くないと子供も怖がらない。それとも僕の解読が間違っているとでも。つまりお前はこれら手がかりは妖魔とどれも関係。すまない、少しだけ落ち着く時間をくれ。心配ない、僕は幼い頃からこんな体質なん。いや、ただつい感情的になってしまい、そのせいでこのように熱しやすい体質のことを世間では純陽の体と。ああ、この体質を持つ者は千年に一人と言われていてな。その代わり常に感情の起伏に注意しなければなる。さっきの手がかりは数ある情報の。ダメだ、気分が、胸が熱くなってきた。大丈夫だ、念のためアイスを。はあ、生き返った。実は味はないんだ。味があるとたくさん食べられない。心配してくれてありがとう。けど手がかりが全て僕も視線を感じていた。お前も気づいたということは、やはり僕らを見るだけで何もしてこないのは何か話したいことが。そうしよう、もしかしたら。なんです、ごめんなさい。大丈夫、そう怖がらないでくれ。困ったことではありません。僕の妹は食いしん坊で、美味しいおか、兄として妹を喜ばせたいんですけど、貧乏だし。僕のアイスが欲しいのか。大丈夫です、妹は食べたことのないものなら。そうか、それはまあ、実はあとにアイスは僕にとっても非常に。そうだな、アイスがなくても。はい、2本しか残ってないが。本当にいいんですきっと妹も喜ぶわ。もう溶け始めた、ごめんなさい。陽気を抑えるためのもので、アイスがないとなると不安だな。普段アイスは万民堂に注文だが、なくなった以上は心配ない、大丈夫だ、大丈夫だ。だがそこまで言われるとこれ以上断る。万民堂に行こう、僕に。困ったな、仕方ない、待つしかないか。まさか料理ができるのか。では頼んでもいいだろうか。水が必要、例えば植物や果実、この辺の知識はあったりしないか。なんだか危なそうだが。いや、毒を持って毒を制すとも言うしな。アイスに必要な材料は手に入った。安くて美味しいよ。食べ過ぎ
貯金した方がいいだろうか。もうできたのか。とりあえず試して。あ、本当に辛い。喉、これは絶対に。中原のもつ焼き、安くて美味しいよ。